ラデン迷宮は2006年に角川書店から刊行されたカイドウ・タケルの長編小説。2013年に文庫化されている。チームバチスタの栄光から始まる田口白鳥シリーズの2作目のナイチンゲールの沈黙作中のある事件に間接的に関わったヘキスインサクン桜ヤ病院を舞台とした作品である。チームバチスタの栄光を応募していた。 このミステリーがすごい。対象の二次先行通過の連絡がなかったため、落選だと思った著者が本作を江戸川乱歩賞に応募したが、一次先行を通過できなかったというエピソードがある。出版されているものは後に大幅に開講したもので、ある。執筆時の BGM は、アスカ、カヌスビト、ポルノグラフィティ、シスター。東場大学医学部の学生である。 天馬大吉は、複数の人物からの依頼で、終末医療専門病院であるとともに、黒い噂が絶えない壁水院、桜宮病院に、ボランティアとして潜入することになった。だが、天馬は、潜入から半日で姫宮によって、怪我を負いボランティアから、入院患者となる。天馬は、桜宮病院の医師たちや、他の入院患者たちと関わる中で、あまりにも急速すぎる。 入院患者の死に対して桜宮病院への疑問を抱くようになる。チームバチスタ4ラデン名球は関西テレビの制作により2014年1月7日から3月18日まで富士テレビ系列で毎週火曜日の22時22時54分に放送されていた日本のテレビドラマ。上記の通り原作は田口白鳥シリーズの概念作品で主人公は 天馬大吉だが、ドラマでは、チームバチスタシリーズ第4作として制作され、主人公も田口と白鳥に変更されている。関西テレビ放送開局55周年記念ドラマ。ありがとうございます。